大西降板、右の清水今日5番手としてマウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、打った、これは強烈、入れば勝ち越した、さらに伸びた、ホームランした、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、初球を完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。ドラゴンズ2点差で逃げ切りました。さて本日のヒーロー、お見事。